一難去ってまた一難ね。まったく、最近都心に怪しい城作りたがるオカルトが多くて困る。いや、この町に城ってやつが発生しやすい理由があると見るべきか。オーケー、捜査開始と行こうじゃないか。厳しい殿方ね。まっすぐで悲しみを抑えて己を捨てて嬉しいわ、私の好みよ。そりゃどうも、俺もあんたみたいな人は好きだよ。敵味方ってのが残念だがね。私が死んだら抱きしめてね。あなたが死んだら抱きしめるわ。俺でよければ。手加減はしないわ。切ってみなさいよ。これくらいで。
当に抱きしめるつもりだったのね。約束は守るように努力してるんだ。守れないのが多いがね。心だけでも嬉しいわ。あなたの前途にシオネの加護を、好機を背負うか。前のやつも腹が立ったが、今回の敵はさらに腹が立つね。おかげで好みの女性が一人減ったじゃないか。高太郎やあいつらも来ないし。やれやれ、一人でやりますか。やりますよっと。時代は変わっても、戦士は死に絶えることも、気概が萎えることもなかったのだ。目を見ればわかる。貴殿も愛に準じるか。俺は金に準じている。何を知っているのか知らないが、
そいつはもう死んだよ。そうか、素直ではないな。忘れるって約束しただけだ。血が騒ぐ。これはどうだ。名前を聞かせてくれるか。俺の名前は日向源之丞、悪を吹っ飛ばす青年探偵に最近転職した殺し屋だ。そちらの方が似合っているぞ。俺も最近はそう思う。一気にかかってこないで小出しにするということは勝つ気がなくて、手を抜いていないということは簡単に負ける気もないということか。どうやらこの構造からして俺たちは試されているらしいな。やれやれ、走るのも飛ぶのも苦手なんだがね。やるじゃないか。